皆さんこんにちは。小山くまチャンネルをいつも ご視聴いただきありがとうございます。小山くまチャンネルディレクターの西です。はじめまして、今回小山くまさんまだ来ていないんですけども、5月15日に11周年を迎えることになりました。イエーイ。そこで小山くまさんと、スタッフとみんなで話したら、この間小山くまさんが唐揚げが気になるっていうことなんですね。なので今回こちら用意しました。ドン。小山市に11店舗唐揚げ店を探しまして、そこから110個の、唐揚げを特別に用意しました。これを小山くまさんとみんなで食べていきたいと思います。じゃあ小山くまさんが来るまで、それまで少々お待ちください。おやまくまさん、いや元気ですか？もう最近どんどん活躍していて忙しいみたいで、大丈夫？忙しいの？ちょっと忙しい。いいことですね。おやまくまさん、5月15日って何の日か知ってます？あ、やっぱ知ってますね。そうですよね、5月15日は小山くまさんの誕生日、11周年記念になります。おめでとう。で、僕ら小山くまチャンネル、小山くまルームのスタッフがですね、小山くまさんを今回驚かせようと思いまして、サプライズを用意させていただきました。なんと今回、11周年、ということを合わせまして用意したのはこちら、ババーン、唐揚げ100個。小山くまさん唐揚げ好きだって聞いてたんで、今回はなんと用意させていただきました。あれ違う、食べるのが、え、なになに、どういうことはいはい、これは何、あ、パック、あ、食べる、そう、食べるのはブブーではなくて、これは何だろう、綱引き、違う、なんかの入れまして、なんか回して、お、ボーボー、あ、火がついた、はい、入れて回して、プール、風呂、丸い、何か入れた、はい、火をつけた、コポコポ、もしかして料理、そうするとあれ何でしたっけ、最初のパクパク食べるの違くて、料理が好き、唐揚げが、え、食べない、どうぞ僕、いやちょっと、小山くまさんまずいよ、用意しちゃったよ。はい、え、食べ、じゃあ俺も食べようかな、どうぞ、違うんだよ、そういうんじゃないんだよ、どうぞ、はい、食べる、じゃあ俺も食べる、どうぞ、違うんだよ、くまさん、11周年ね、お願い、またじゃあ、ね、11周年のということもあるからね、これちょっとうちのスタッフとね、誰か、あれだな、誰かはお腹いっぱい食べれる大食いの市民サポーターを呼んで、小山くまさんと一緒にね、食べれればいいかなと思います。じゃあ11周年これからも頑張っていきたいと思うので、じゃあ最後にこの画面越しに開運パワーをください。開運パワー、11周年もよろしくね。
はじめまして、僕は小山くまサポーターのヤー君と申します。本日はなんと小山くまの5歳の誕生日ということでお祝いしに、やってきました。そのお祝いとして小山くまが大好きな唐揚げ、これを小山の店舗で11店舗分今日は集めてあります。その中で最高の唐揚げを今から当てていきたいと思います。じゃあ今からその唐揚げを食べていきたいと思います。お、なんか大丈夫ですか。はい、じゃあいただきます。はい、おいしい。あ、でもこれはなんかすごく分かるかもしれないですね。おいしいですけどなんかすごく特徴があるので、ありがとうございます。美味しかったです。はい、取らせていただきます。じゃあこの中から選んでいきたいなと思います。どれだろうな、これではなさそうなんですよね。じゃあこちらいただきたいなと思います。いただきます。あ、もう、はいはい、全然ですね。私が食べた唐揚げはこちらじゃございません。あ、はい、いや、もう全然違いましたね。どこだか分かっちゃいました。これはもうちょっと続いてどんどん行きたいなと思います。はい、分かりました。これもはいはい、私が食べた唐揚げは、こちらじゃございません。はい、ありがとうございます。私が食べた唐揚げはこちらじゃございません。はい、ありがとうございます。ものすごく美味しいですね。美味しいんですけど、絶対もこちらじゃございません。はい、ちょっとお腹が空いてきたんで、あえて外しに行ってちょっと食べるのか、はたまた当ててしまうのか、これいただきたいと思います。私が食べた唐揚げはこちらではございません。はい、じゃあどんどんいきたいと思います。じゃあちょっとおやつ感覚でこちらいただきます。はい、私の食べた唐揚げはこちらじゃございません。本当ですか。うわー、まさか、まさか。正直一番これじゃないなと思ったんですけど、まあ見た目ですけど、これは一つだけ言い訳というかさせていただくと、やっぱり最初の唐揚げめちゃめちゃ美味しかったんですけど、味が分からなくなっちゃいました。それが唯一にして最大の敗因でした。いやー、まさかの結末ということで、いやー、ちょっと難しかったですね。あ、はい、まあ、ちょっと当てられなかった罰ゲームということで、こちら本日の唐揚げ代は全て私の方で精査させていただきます。ありがとうございました。個人的にはね、